皆さんこんにちは、レジーネイルです。本日はこちらのキャンドゥさんから売られているジェルを固める LED UV ライトのご紹介をしていきたいと思います。こちら100円ショップでも売られている値段が550円です。でも本当にジェルが固まったら安くてとても画期的な商品だと思います。今回はこちらのライトで本当にジェルが固まるのか実際に使って試してみたいと思います。それでは中身を開けてみたいと思います。中には本体と USB ケーブルと説明書が入ってます。それではまず本体を出してみたいと思います。こちら大きさは手のひらサイズで、重さはたったの 50g なのでとっても軽いです。裏側にはライトが6つついています。スタンドを出すことで据え置きとして使用することもできます。スタンドをしまってハンディライトとしても使用することができます。なので様々な角度から LED ライトを照射することができるので、細かいアートをするときなどにとっても便利だと思います。それでは繋いでみたいと思います。こちらの USB ケーブルはパソコンの USB ポートかUSB 電源アダプターに接続します。それでは電源を押します。一度押すと45秒のタイマーがつきます。長押しすると60秒のタイマーがつきます。タイマー付きなのでとっても便利です。はい、では実際にジェルを塗って試してみたいと思います。まずはじめにベースコートを塗ります。はい、ではライトに入れます。では仮硬化の45秒ライトをつけます。はい、では出します。ではベースジェルがきちんと固まったのかチェックしてみたいと思います。こちらでつついてみます。ジェルがよれないので固まってはいると思います。では触ってみます。ペタペタするのでまだ未硬化ジェルが残っています。なのできちんと固まったかどうかはまだわかりません。なので次にカラージェルを塗って試してみたいと思います。はい、それではカラージェルを塗ります。はい、こちらをライトに入れます。仮硬化の45秒タイマーをつけます。はい、それでは出します。ではまたチェックしてみたいと思います。つっついてもジェルは取れません。固まっていると思います。それでは2度塗り目塗っていきます。
ではライトに入れます。はい、では仮硬貨の45秒タイマーをつけます。はい、では出します。ではまたチェックしてみたいと思います。何しても揺れません。きちんと固まってると思います。ではノンワイプトップコートで仕上げていきたいと思います。ではライトに入れます。最後は完全硬貨の長押し60秒のタイマーをつけます。はい、それではジェルが完全に硬化しているか触って確認してみたいと思います。未硬化ジェルのベタベタ感はありません。ツルツルして完全に硬化しています。550円のライトで、しかも60秒で完全硬化できるので、ちょっとこれはびっくりです。はい、それでは次に顔料の多くてラメの入っている少し固まりにくそうな色で試してみたいと思います。はい、それではセリアジェルのグリッターブルーのカラーを塗っていきます。はい、それではライトに入れます。では仮硬貨の45秒のタイマーを押します。では表面がきちんと固まっているかチェックしてみたいと思います。つっついても動かしてもよれたりしないので、きちんと固まっている感じです。触るとペタペタします。まだ未硬化ジェルが残っています。それでは2度塗り目塗っていきます。はい、ではライトに入れます。仮硬化の45秒のタイマーをつけます。出します。では表面のチェックをしてみたいと思います。完全に固まっている感じです。はい、それではノンワイプトップコートで仕上げていきます。はい、ではライトに入れます。最後は完全硬化の長押し60秒のタイマーをつけます。はい、では出します。では表面が完全に硬化しているかチェックしてみたいと思います。未硬化ジェルのペタペタ感はありません。ツルツルして完全に硬化しています。はい、それでは今回の結果、ジェルはきちんと固まることができました。こちらのライトをちょっと細かい作業があったので
サロンワークでも使ってみました。ジェルによってはライトが 6W で弱めなので効果不良を起こすものもありました。なので少し効果時間を長めにしたり調節するといいと思います。550円でこのクオリティに今回はびっくりしました。皆さんもぜひこちらのライト試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。